なんかすごいことになってない？皆さんこんにちは、モリアリです。はい。ということで、お部屋です。お部屋です。すいません。本当にすいませんしか言えないんだけど。あのね、多分、アリスちゃんの部屋ってピンクで、すごい可愛い、あの、上にもシャンデリアがあって、すごい可愛いよね、とか。まあそういうイメージを持ってくれたりとか言ってくれてる方もいらっしゃると思うんですが、最近ね、この1ヶ月半ぐらいね、具合悪かったからさ、まあ言い訳でしかないんだけど、もうぽい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 ね、ぽい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 って言っちゃうぐらい、なんていうんですか、洗濯して、干してぽいっていうルーティーンだったので、すんげーことになってて、だから今私がこっちに手を置いてるのはもうそういうことなんですけども、とりあえず山になってんのよ。どうしようかなと思って、でもう今さ、衣替え始まって、もうね、もうとっくに結構経ってるけど、片付けるしかないよねっていうことで、シーンさんでですね、こちらを買いました。まだ開けてないからさ、どういう風になってるかわかんないんですけども、あの洋服の収納なんだけど、いっぱい入るっぽくて、あ、すごい、ちゃんとあれだ、鋼が入ってる、鋼。何？なんつうの？鋼が入ってるよ、鋼が。これランダムで送られてくるんですけど、ピンクが来ました。やったー、ピンク運強い。で、まあ、それはいいんだけどさ、これ合ってる？いや、多分合ってんだよ。こう、なんか中身がさ、こうなってて、これが、多分こうなんだよね。頑丈。めちゃくちゃ頑丈じゃん。あ、いいね、いいね。これめちゃくちゃいいっすね。コートとかさ、がさばるもの多いからさ、コートいちいちかけてらんないじゃん。ワンピースとか多いから、私。だから、ちょっと、頑丈すぎやせん。いいと思うんすけどね、作りは。まあ、ここからも覗けるよっていう、こういう風にして、まあ、窓になってるから、ここからも覗けて何が入ってるか分かるよっていうシステムになってるんですけども、どっかにボンボンボンって積み重ねる感じにはなっちゃうと思うんですけど、これを作っていこうかなと思います。あとは、ハンガーを買いました。見て、私これね、このハンガー、フラフラみたいでさ、すごい可愛いなと思ってたんだけど、これをね、何個だ？3つずつかな？わかる？このゴールドとローズゴールド、はい、買ったので、1個が5本入りだから30本、はい、かかるのかしら、まずって感じ。ここもここにかけなきゃいけないからね、かかるのかしらって感じなんですけれども、とりあえずね、30本あるので片付けていきたいと思います。はい。もうね、こうさ、部屋入るじゃん。で、前はさ、ここでストレッチしたりとかさ、動画でしてたと思うんですけど、もうそういう状態じゃないわけ。で、多分後ろにもちょっと見えてると思うんですけど、他にも購入品あって、段ボールバリでかいの届いてんのね。だから、まあ他にも動画を撮んなきゃいけないっていうか、まあ購入品紹介で撮りたいなと思ってるんだけど、ちょっとね、置く場所がなくなっちゃって、さすがにやべえなと思ってんだよね。一番最初しか映さなかったけどさ、さすがにちょっと無理やりの部屋、お部屋すぎねってなってたと思うので、ピンクだからいいってもんじゃねえのよって。だからこれお部屋をどうにかしたいわけよ、私は。これでもいいね、めちゃめちゃ、なんていうのかな、めちゃめちゃいいしか言えないけど、いいです。こんなに頑丈だと思ってなかったので、めっちゃ可愛いしね、いいじゃない。これをもう一個組み立てて、で、問題は何を入れるかなのよ。要は何を入れるか、まあ服なのか小物なのか。小物も散らばってんのよね、こまごまと。あ、掃除機届きました。はい。全然余談なんですけれども、ピンクの掃除機が今ここにあります。掃除機なかったんですよ、壊れちゃって。で、なかったからお部屋だったのではっていう、そういうことでもないんですけど、まあ、やっぱり掃除機あると違いますよね。なんていうの。掃除しようっていう意識に変わるというか、なんかこう、掃除しなきゃいけないな、みたいなさ、意識になるじゃん。だからちょっとそれはね、変わったなって思いますね。まあでもさ、でもさ、でもだよ、でもだよ。衣替え言うてもさ、だいたい9月ぐらいからさ、もう一回涼しくなってきたりとかするわけじゃん。夏の間って本当に短いわけじゃん。
で、なんならさ、もうすぐ8月じゃん。もうこれ出す頃に8月かもしれないですけど、ただ、今年はね、わかんないけど、なんかそれを私が言ったの、友達に。そしたら、今年は10月とかまで寒いらしい、暑いらしいよって言われたの。だから、本当に?って思いながら、10月まで暑いだと?ってなってて、だからコートとかをちょっとしまっていこうかなって思います。なんか本当は畳んじゃうといけないと思うんです、コートとか。じゃあかけろよって話なんだけど、まあさっきも言ったように私ワンピースが多いので、やっぱりコートとかはね、もうしまっちゃいます。はい。もうこんな感じで、折っちゃって。で、ボーンと。あ、でもコートこれ2、3枚入りそうだな。コートがね、意外とね、多くて、友達にもらったりとか、私さ、あのね、これみんな知ってる通りというか、ここ見ればわかると思うんだけど、TPO がなってないのよね。TPO に適した服を持ってないわけ。全部ピンクだから。で、唯一 TPO を考えてこのミントグリーンを買ったんだけど、なんていうんですか。ないわけ、ピンク以外の服が。だから友達がこういう服くれたりとか、なんかこう、もうちょっとね、TPO に適した服を着なさいと言われまして。あんたももう16なんだけど、16じゃないんだからと言われましてですね。そうだねっていうことで着るようになったんですけども。まあでもね、なかなか確かに、TPO って難しいなってすげえ思ってきて、なんか16ですって言ってるけど、実際16じゃないじゃん。まあ16だと思ってくれてる子もいるからさ、なんか今更すげえ言いにくいんだけどさ、なんか16じゃないじゃん。で、なんなら10年ぐらい YouTube やってる時点で16ではないじゃん。だから、なんかどうしよう、どこからキャラチェーンするみたいな。なんかキャラじゃないから。ピンク星からやってきたあなただけど、お姫様、永遠の16歳、森有子と森崎アリスですっていうのは、キャラではないので、だからその、キャラクターだったらね、ポンポポンって変えられるかもしれないけど、キャラじゃないから、変えられないわけですよ。そんな簡単には。それが難しいよね、っちゅう話の間に1個出来上がりました。すごくない？マジですごくない？めっちゃ便利。どこに置こう？もう、置くとこがないのよ。え？どうしよう。とりあえずここら辺に積み重ねとくか。よっ。もう無理これ。ここにね、ヒーターがあるんですよ、今。ヒーターがあるんだけど、でも、これもう封印だから、どっちにしても。ヒーターを動かして、ちょっと待って、どうするこう、ヒーターを動かして、ヒーターを、あ、動いちゃった。こうして、あれんじゃない？これで、とりあえずこれを、ぐーってして、はい。これをこう、とりあえずこう、ここ、はい？え？何？あ、こう、あれだね。わかった。あ、いいんじゃない？こういうことね。まあ、季節的なものは全部しまっていきましょうよっていうご提案でございます。とりあえずね。こういうのとかもね、友達からもらって、ジルかなこれ。すごい可愛いと思って。めっちゃ可愛いです。友達最高ですね。友達あっての盛りやりでございます。これも同じような感じの。こっちにまとめとこう。なんかこうさ、厚めのさ、やつが多いのよ。やっぱカーディガンとか、なんだろうね。上着系？ワンピーとかこういうさ、いちごちゃんの。これはね、ハンガーに本当はかかってたんだけど、どうしても、なんだろう、伸びちゃう。ここが伸びちゃうから、可愛くない？でもこれ。超可愛くてインスタ映えするからと思ってさ、パジャマなんですよ、これ。パジャマなんだけど、めっちゃ可愛いから買ったんだけどさ、伸びちゃうから、とりあえず、もうこっちでいいかな。しかも着ないしね、当分ね。このワンピースもちょっと、本当はワンピースはワンピースで分けたかったんですけど、もうなんか、そういうことしてる場合じゃないので、もうね、今。
時間的に。なので、はい、こんな感じです。めちゃくちゃ便利、本当に。これなかったらまとまってなかったもん。お部屋だけどね、まだね。こっちちょっとどうにかしなきゃいけないのは分かってんだけどさ。ほら、こんな感じ。かわいい。で、こっからも取り出せるからね。便利だよね。あ、いいんじゃないですか？かわいいもん。置いてるだけでもかわいいっていいんじゃないですか？ただ、さて、何を入れましょう。どうしよう。MA1 とかさ、やっぱかけるべきかな。だいぶもう使わないじゃん、絶対。だからもう入れちゃう。私結構この MA1 ね、昔から着てるんだけど、なんかちょっとごつくない？いろいろ。結構これ持ちいいっすよ。だって2016年ぐらいの福袋のやつの MA1 なのでめっちゃ持ちいいっすよね。これ長袖だから長袖もしまっちゃいます。もう最後適当箱です。この中はよいしょ。これも地これ結構時代感じない？ドンキで買ったサウナスーツなんですけど、あのね、何のやつ？なんかすごい時代を感じる。私が本当の17歳の時とかに買ったやつですね。ああ、すごい時代を感じるわ。あ、でもこれいいな。これもっと買えばよかった。すごいいいです。ただ、ランダムなので色が。ピンクじゃないの来たら嫌だなと思ってたからそこだけですね、不安だったのは。でも全部ピンクだったからすごい良かった、マジで。ここら辺はもうかける系だわ。あ、でもそう考えたらめっちゃ綺麗になってきた。ちょっと時間もめっちゃかかりそうだし、なんか充電チカチカしてっから、こんな感じのお部屋に住んでますっていう、住んでますっていうか、ここはウォークインなので、あのここに住んでるわけではないんですけれども、とりあえずこれがどうなったのかっていうのはね、終わった後に撮れたらなと思います。はーいということで、あのちょっと長々とね、雑談しながら、あのシーンのね、この、収納ケースの紹介とハンガーの紹介させていただいたんですけれども、よかったら皆さん購入してみてください。それでは、森有でございました。この様子、ちょっとね、どうにかマシになってるといいですね。次回、いつ出すのかわかんないですけども、ここの部屋。まあ、身体測定で出すかもしれないですね。はい。ということで、森有でございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ん？せーの、おつり。静止しちゃった今。わからなくなっちゃった。バイバーイ。またのー。バイバイ。